いけ、ダブルソードレッドドラゴン。はい、どうもシャマです。さあ、本日は勝負ホーリードラゴンデック、かっこいいですね。ダブルソードレッドドラゴンが表紙の成形編のスターターデッキ開けていきたいと思います。ちょうどデュープレでもね、今出始めたじゃないですか、このダブルソードレッドドラゴン。だいぶ強化されましたよね、効果がね。はい、ということで初期のデッキならではのね、デュープレとの効果の違いなんかも楽しんでいこうかなと思います。さあ、行きましょう。勝負ホーリーデッキ。ホーリーとは一体どういうことなのか、皆さんにもね、楽しんでいただきたいと思います。劇場版デュエルマスターズのまさかのポスターが入ってます。劇場版デュエルマスターズ、まだ見ぬ切り札が世界を闇で覆うということで、2005年3月12日公開。皆さんぜひね、映画館に見に行きましょう。ガルザークです。3本の剣がかっこいいよね。で、このガルザークっていうのはですね、劇場限定カード付き前売り券っていう、入場者特典ではなく、この劇場限定の前売り券についてきたカードなんですね。このポスターなかなかいいですね。これ普通に嬉しかったわ。これ飾ろう。リチャード・ガーフィールドが映ってます。マジック・ザ・ギャザリングのね、生みの親でもあり、カードゲームの TCG の生みの親、リチャード・ガーフィールドさんがマジックのカードに大量に囲まれてますね。これはまあ、ほんと少年の夢って感じでね。ダブルソード・レッド・ドラゴンです。これね、イラスト違うの皆さん気づきました。ちょっと前のデッキ版じゃない方のイラスト出しておきますが、バトルゾーンにある相手のタップされているクリーチャーを2体まで選んで、選んだクリーチャーのパワーの合計がこのクリーチャーのパワーより小さければ選んだクリーチャーを破壊すると。まあでも、そもそもダブルソードレッドドラゴンのパワーが9000あるから、そのなんかタップしてるクリーチャーぐらいなんか殴って倒せばいいじゃんっていうね。これタップされているクリーチャーじゃなかったらめちゃくちゃ強かったんですけどね。まあベリーレアということで効果が控えめです。ただまあ、イラスト的にはめちゃくちゃかっこいいですね。これ英語版だとヘビーウェイトドラゴンって言われてて、ダブルソードっていうのはどこに行ったんだっていうね、ただの、おデブちゃんのドラゴンっていう意味で言われてます。来ましたね、アケボノの守護者パラオーレシス。これが強かったんですよ。相手ターン中、自分の他のクリーチャー全てのパワープラス2000されるって、もう小学生環境最強でしたね。こいつがいるせいでね、なんかね、全員倒せなくなるんですよ、急に。しかもブロッカーデッキっていうのがやっぱり当時、もう白鵬くんがね、もう大人気だったんで、多かったんで、ブロッカーが4000のやつが6000とかになると、もう超えられないんですよね。ボルテールドラゴン、779000、ダブルブレイカー、たったの一撃でリヴァイアさんを、強鎮させるっていう。今、デュエプレだと674000になっちゃったからね。リヴァイアさん絶対倒せません。地獄万歴もこれイラスト違いですね。いいですね。これも強かったな。バーの合計が8000以下になるように好きな数選び破壊するって、これ小学生はね、やっぱデッキってものが揃ってないんで、基本的にカードパワー高いカードがね、伊豆最強って感じなんですね。もうだからなんかサポートカードとかってあんまり注目しなかったんで、とにかくこの地獄万力をね、持ってるやつが強かった。雑に3体とか4体破壊できますからね、本当に。サウザンドスピアもこれイラスト違いなんですね。これ4000以下のクリーチャー全て破壊する。まあ、後期ベトロバ対策です。はい、以上です。次行きましょう。ミストリエーサーいいですね。普通に強かったですね、こいつも。なんか小学生でも分かる強さだったっていう感じがしますね。ミストリエース。あ、ドラコバリア。結構強いんだよ、これ。1体タップしてさ、ドラゴンタップした場合、山札からシード増えるっていう。これデュープレでも出るかなと思ってるんですけど、はい。あのジャガルザーさんがさ、香辛竜ジャガルザーがなんか、めちゃくちゃちっちゃいなんか、芋虫みたいな感じで見えません？これ。重量感たっぷりのドラゴンがなんかもう、単なる芋虫みたいなね。バトルコロシアムと。あ、出た出た出た。1体ずつ選んでそれ以外タップするっていうね。ボルガッシュドラゴンです。4000です。こいつ8マナだけど4000です。トリプルブレイカー関係ありません。4000です。ブルーザードラゴンとかいうなんか破壊されたら自分のシードも一緒に墓地にいっちゃうかわいそうな子ですね。はい、コッコルピア、もういいですね。コッコルピアはやっぱなんだかんだ言って強いよね。これ破壊しないと後から大変なことになるっていうので、除去のね、おとりになるっていう。クリムゾンチャージャーですね。まあここら辺からね、コッコルピアのこと焼きやすくなったっていうね。はい、はい、無限小ね、無限小フルコマンドと言われるあのコンボですよ。小学生大好き無限アタックですね。こういうのはいいよ、本当に。子供が大好きだから、無限アタックっていうのはね。そして、ジルワーカです。これも雑に強かったな。これ強かった。本当に、コモンですかみたいな。破壊された時、相手のクリーチャー2体タップすると。まあ、通常の3マナ4000ブロッカーよりね、パワー2000も下がってるんですけど、まあ、1体いればブロックして、かつ2体タップで3体止められるんで、だからジルワーカさえ入れれば、もう勝ちみたいな感じありましたからね、何回もね。タリエスですね。あ、結構、防御にアタックにみたいな感じで、バランスが取れてる時ですね。サリエス、サリエス。タリエスってなんかね、結構強いんだよね。なんか2マナって結構余りやすいことが多くて、意外とね、なんか2マナのブロッカーって思ったより優秀なんだよね。で、1マナは、ダメです。こいつと預言者ですってカードはもう万年小学生の、倉庫の中に入ってましたね。ソロチューブ1体タップします。ガガリアスドラゴンですね。シードがなくなった瞬間に強くなるって。まあでもなくなった瞬間ってもう大体相手そのままダイレクトアタック決めてくるんで、大きくなった瞬間にね負けるっていうね。はい、ガザリアスドラゴンガザリアスドラゴンなんかガザリアスドラゴンやけに入るんだよ、なんかいろんなデッキ、スターターデッキとかに。超新兵クーザですね。
クリーチャーアタック中このクリーチャーはブロックされない、3マナパワー4000になります。まあ、なんで相手のアタックしてきたクリーチャーだとかソルチューブで相手のコッコルピアをタップしてクーザーで殴るみたいなね。ピッピクッピー出た、アーマードドラゴン全てのパワープラス1000されるっていう、これもね小学生でも使わなかったな。なんか明らかに弱いって分かったんだよね。グシャットミスト、おいいですね、おいーす、プレバー的ともなかなかいい。そして源流砲ですね、まあ、当時のお手軽除去としてよく使われておりました。基本的にデュエマのねデッキっていうのはスーパーデッキが出るぐらいまで割と弱いんですよね。ここら辺のレアは強いんだけど格差を、ね、感じてしまったと思うんですが、まあこんな感じです。はい。ということで、ここら辺のですね、時期の、まあ、ちょうど2004年、5年ぐらいのね、カードを扱うコレクションカード専門店、秋葉原のエルドラードがオープンしました。ゴールデンウィーク中は自粛という形になるんですが、5月7日から再び開店していこうと思いますので、よかったら遊びに来てください。昔のカードね、眺めるだけでも楽しいと思うので、よかったら、ぜひいらしてください。ということで、シャマでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。